かつて任天堂とソニーが共同開発していた任天堂プレイステーションが大手オークションサイトのヘリテージオークションに出品され、すでに35万ドル、約3800万円の入札価格がついているようです。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、幻のゲーム機、任天堂プレイステーション最終落札価格は1億3000万円超えに海外が仰天の話題です。海外、幻の品だ。任天堂プレイステーションは、かつて任天堂とソニーが共同開発していたスーパーファミコンとの互換性を持つ CD-ROM ドライブ搭載ゲーム機です。スーパーファミコンに音源チップを供給していた縁から、ソニーは CD-ROM ドライブでの拡張を任天堂に提案し提携。しかしながら、ハードウェア開発を進めていたソニーが1991年の家電見本市 CES にプロトタイプを出展しましたが、そこで任天堂はフィリップスのメディア企画を採用すると表明したため、このプロジェクトは世に出ることなく白紙となってしまいました。そのためこの試作機は約200台ほど製作されたと言われ、幻のゲーム機とされていました。この任天堂プレイステーションの試作機は大部分が破棄されていて現存しないとも伝わっていましたが、2009年にコレクターであるテリー・ディ・ボルド氏がオークションでそれとは知らずに落札。2015年に彼の息子が修理したものを YouTube でアップロードしたことで、その実在が多くの人に知れ渡ることとなり、ゲームファンの間でも大きな話題となっていました。そのため、今のところ世界で1台しかないその試作機が出品されたことになります。あるゲームライターによると、ディーボルト氏はノルウェーの富豪から120万ドルで購入したいというオファーを断ってオークションへの出品を決めたと言いますから、当然それ以上の価格での落札を望んでいるでしょうね、とのこと。近年では価格の高騰が目立つゲームのコレクター会、オークションは現地時間の3月6日まで行われる予定とのことで、それまでに一体いくらの値段がつくか注目です。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。これのどの部分が任天堂なのよ、ソニーとしか書いてないじゃん。 SNES 知らない人っているんだよな。任天堂とソニーって仲の悪いライバル企業じゃなかったっけ。めっちゃ興奮する。これ経年劣化で黄ばんだ SNES にプレステのロゴを貼っつけただけだろ。幻の品だ。こんなの入手したってグラフィックしょぼすぎだろ。試作品なんてのは新製品開発のたびに5万と作られては破棄されてんだからさ、価値なんかないよこんなもの、くだらない。なんでだよ、記事くらいよく読んでからコメントしろよ。マジか、正直欲しい。そうだぞ、このプロトタイプは世界にたった一つしか残されていない貴重な一品なんだ。いや、ソニーと任天堂のそれぞれの博物館に1台ずつ保管してある。確かに興味深い品物には違いないよ。でもさ、いくらなんでもそんな大金まで出すほどの価値あるか。世界に1台しかないかもしれないんだよな。なら1億は余裕で超えてきそうだな。収落札価格1億3000万超え。いずれにしても金持ちってのは頭おかしいよ。いや、本当にこんなプロトタイプになんでそんな価値があるんだろうか。ところで当時の任天堂ってソニーから持ちかけられ提携話を蹴ったんだよね。その残骸がこのプロトタイプだ。結果ソニーは独自のプレステを開発、
その後の展開は世界中の皆さんが知っての通り。話を蹴ったのは任天堂にとって最大の過ちだった。クロノトリガーは名作だったな。以上が海外の反応です。それにしても最終落札価格が1億3000万円超えだったら本当にすごいですね。他人にとって価値のないものでも価値を見出すのがマニアの醍醐味。これはひょっとするとひょっとするかもですね。発表が楽しみです。皆さんもご意見や感想がございましたらぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。